日本放送 The Focus The Focus The Focus Today's Straight News。 中国で猛威を振るう新型コロナウイルス。中国での死者は361人。世界の経済にも大きな影響が出ています。アメリカ大統領選、民主党の候補者選びが3日、アイオワ州の党員集会でスタートします。イギリスの EU 離脱。 EU 議会は離脱したイギリス議員の議席の再配分を行いました。 FM 93 AM 1242 This program, today's commentator will delve deeply into the day's news。 Koji Morita and Sayaka Masuyama、 Nippon Hoso The Focus The Focus The Focus。2月3日月曜日、時刻は午後6時を過ぎました。こんばんは、日本放送報道部解説委員の森田浩二です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。 FM93 AM1242 日本放送ザ・フォーカス、この後8時20分までの生放送です。今日ね、ちょっとびっくりしたニュースは、あの練馬区の遊園地の豊島園ね、閉園しちゃうんだってね。そうなんですね。跡地の大半は東京都が買収して、防災機能のある公園が整備されると、で残りの土地にハリーポッターのテーマパークができるんですよね。はい、豊島園行ったことありますか？豊島園で子供の頃は行きましたよ、よく。私はね、あの豊島園はね、大きなグラウンドが昔あったの、今もあんのかな。それでよくね、企業の運動会やってたんですよ、で父親の会社のね、運動会で子供の頃よく行ってました。それから、あの自分に子供が生まれてからはね、子供小さい頃はね、よく連れてったんですよ。だから来れなくなっちゃうのね、ちょっと寂しいんですが、今年のね、春にも正式決定ということで、豊島園は段階的に閉園するそうです。で今日ね、2月3日は節分でございます。恵方巻き食べました？私ね、あのちょっと早めに昨日食べちゃいました。私も昨日食べちゃいました。この時間だとね。そうなんですよ、今日食べられないかなと思って。そうなんです。で、あの今さ、恵方巻きを中心にしたこの節分商戦とも言ってるらしいんですが、市場規模がね、もう10年前に比べて倍増ですって。だって昔は恵方巻きなんて食べなかったし、ただこの恵方巻きがさ、あの食品ロスの典型例というふうに言われちゃってますんで、はい、今年はね、コンビニが予約制にしたり、あとね、うちも買ったのはね、小さいのハーフサイズ、はいはい、食べきりサイズと今出ててね、うちもちょっと前は大きかったもんね、長くてね、長くてさ、あんな食べきれないよね。一口で食べろとかさ、ということでね、今はね、ハーフサイズの種類も出て、そのね、食品ロスというのは非常に考えるようになりました。環境問題へのね、取り組みに企業も積極的に対応していかないと、それが今ね、問われてしまうという時代になったということでございます。さて、今日フォーカスするニュースですが、中国で猛威を振るう新型コロナウイルス。中国での死者は361人。世界の経済にも大きな影響が出ています。それからアメリカ大統領選挙、民主党の候補者選びが3日、日本時間の明日になりますが、アイオワ州の党員集会でスタートします。そしてイギリスの EU 離脱、 EU 議会は離脱したイギリス議員の議席の再配分を行いました。今日はこうしたニュースにフォーカスしていきます。あなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはアルファベット小文字で focus@1242.com、 ファックスは 0570-02-1242、 0570-02-1242 番。ツイッターはハッシュタグカタカナでザフォーカスをつけてつぶやいてください。あなたからのご意見やご感想などをお待ちしています。さあ、今日のコメンテーターをご紹介しましょう。ザフォーカス初登場になります。軍事評論家で東京大学先端科学技術研究センター特任助教の小泉悠さんです。こんばんは。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
日本放送は初めてだということですね。そうですね、うん、時々あのラジオの番組なんかお呼びいただくことがあるんですけども、こちらでは多分初めてだと思います、ね、あのロシアの問題なんかに、ね、非常にお詳しい小泉さん、はい、その小泉さんのプロフィールを増山さんからご紹介させてもらいます、はい、小泉さんは千葉県の松戸市ご出身です。早稲田大学社会科学部から早稲田大学大学院政治学研究科を修了されまして、外務省国際情報統括官組織専門分析員、ロシア科学アカデミー世界経済国際関係研究所客員研究員などを歴任されて、去年東京大学先端科学技術研究センター特任助教に就任されました。ロシアの軍事安全保障政策などを専門とされる軍事アナリストでもあります。で、あの最近のね著書には帝国ロシアの地政学勢力圏で読むユーラシア戦略、この5本がサントリー学園賞でしたっけ。あ、そうなんです、ありがたい受賞ということで、はい、ありがとうございます。素晴らしい、東京堂出版から出されておりますので、はい、よろしければぜひ。で、今は東京大学先端科学技術研究センターというところで、助教ということですから教えてらっしゃるのかなと思ったら、教えてないんですって。実はですね、研究センターなもんですから、うん、まあその大学院生の族と学生さんはいないんですよね。ですから基本的に、まあ、あの研究をしているということで、まあ、あの他の先生に言うとすごくこう羨ましがられるんですけれども、いいですね、ありがたい環境ですね。じゃあ生徒さんを学生さんを教えることもなく、はい、研究室にこもって、はい、研究に没頭できる環境が、あの好きなようにやらせていただいております、そんな小泉悠さんですが、7時10分過ぎのコメンテーターコラムでは日露に新しい道はあるか、どうなる北方領土問題と題してお話ししていただきます。それから8時過ぎの未来への提言、今週は危険な違法薬物をテーマにお送りいたします。では小泉悠さんと取り上げます最初のニュースフォーカス、こちらです。 As the day ends, this program gathers the news and gives you clear focus. News focus. News focus. News focus. 止まらぬ新型肺炎、死者は SARS を超える361人。中国国家衛生健康委員会は3日、新型コロナウイルスによる肺炎の死者が57人増えたと発表しました。これにより中国の死者は361人となり、2002年から3年にかけて大流行した SARS 重症急性呼吸器症候群の死者数を超えました。またフィリピンで1人の死者が報告され、中国以外の感染も広がっており、各国で中国人の渡航を禁じるなどの措置を取って感染拡大に対抗しています。また経済への影響も大きく、週明けの上海そして日経平均株価も大きく値を下げました。 SARS の時の中国本土での死者の数が349人ですから、今回のこの新型コロナウイルスによる肺炎の死者361人ということで SARS を超えてしまいました。で、中国本土の感染者の数もおよそ1万7200人に達しまして、感染疑い例は2万人を超えています。で、感染拡大を受けて延長されておりました春節の大型連休が中国各地明けまして、当局が通行人に検温をするなど厳戒態勢を敷いています。中国政府は企業や学校の活動を制限しまして、自宅での自主隔離を奨励しているという状況です。で、中国政府によりますと、1月10日から2月1日の間に車や鉄道、飛行機などで移動した人は延べ12億7000万人。まあ、前の年の春節と比べますと 24% 減少はしているんですが、12億人移動しているということですね、小泉さんね。すごいですね、やっぱり個数が大きいですから ね、普通に規制するとこのぐらいの数になっちゃうわけですよね。どん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 拡大しているという状況ですね。まあ、この拡大の数字というのはまずお聞きになって、どのような印象を持たれてます？まあ、そうですね、やはりこうこれまで考えてみなかったような新しい
しい病気が出てきて、はい、でまあ、その規制だけで12億7千万人移動する国ですから、まあ、それが非常に密集して暮らしているということなので、まあ、あの感染がどこまで進むのかなっていうのは非常に気になっていますし、まあ、それからその中でこう日本政府としてその中国現地にいる日本国民の保護というのがどこまでできるのかということですね、まあ、現状例えばこれでその死者があの1万人10万人達するようなとんでもない病気では今のところないので、うん、まあ、何便か特別便を飛ばすことによって邦人脱出ってのはできているわけですけども、うん、もっともっと大きな事態になった場合に果たして今の体制できるのかというのはちょっと今回の対応を見ていて気になったところですし、逆にその日本に対してこういった病気が入ってくるのを防ぐであるとか、でこれあの今回は病気ですけども、あの病気に限らない可能性もあるわけですよね、うん、戦争が起きて難民が発生するかもしれないし、はい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 、何か他の災害であるかもしれないと、うん、ですから、まあ、今回のこの件は一つのテストケースとしてですね、うん、今回の対応に終わらせないで、うん、日本としての危機管理に何かこう役に立つような形で、うん、まあ、活かせないだろうかということが気になりますね。まあ、法律的な面でいうと例えば憲法を改正して緊急事態みたいなものを入れ込むとか、うん、そういうようなことも考えられるんでしょうかね。あの例えばですね、緊急事態法制というのは、まあ、確かにあるにはあった方がいいと思うんですよ、でただそれは憲法改正しなければできないのかというと必ずしもそうではないんだろうと思いますね。なるほど。あのロシアの法律、私ロシア専門なんですけど、はいはいはい、ロシアだとあの戒厳令と緊急事態っていうのを分けてるんですね。そうですか。で戒厳令になるとこれは完全に無期限で、人間の自由も人権もあの停止されてるという状況なんですけども、うん、緊急事態となると期限も区切ってエリアも区切って、うん、ただその中では非常事態が起きてるから普通とは違うルールを適用するんだということができるようになると、うん、なるほど。ですからまあこういうことが起こってくると、ただまあそのやっぱ緊急事態条項みたいなのを盛り込むのは相当の国民的な議論も必要ですから、そうですね、まあ今の憲法の中でできるようなその非常事態法制というのをまず考えてみてもいいんじゃないかと思います、ね、なるほどね。憲法でなくてもできることがあるんじゃないかということですね、で日本国内では今のところ報告された患者が15人、症状のない人を含めると20人という状況になっております。で菅官房長官は今日午前の記者会見で、武漢から日本人を帰国させる政府チャーター便第4便の派遣については次のように述べています。中国側との調整やさまざまな準備の関係上、次のチャーター機の派遣については今週半ば以降の運用にならざるを得ない、このように思っています。まあ、こう述べまして、まあ、今週半ば以降に第4便の派遣をすると。それから現在は国立感染症研究所だとか地方衛生研究所でウイルス検査を行っているんですが、これについて安倍総理は民間との連携も視野に入れて、短時間で感染の有無を調べる簡易検査キットの開発にも着手したと。こういうようなことを今日の衆議院予算委員会では明らかにしております。まあ、この辺の政府の対応はいかがでしょうかね。まあそうですね。まあ今のできる範囲内でやることをやってるということだと思うんですね。うん、はい、で逆に言うと、まあ政府が法律に規定されてないことをやり始めたら、それはそれで問題なはずなので、まあ確かに、まあ現状では精一杯やってるんだと思いますけど、ただやっぱこう初期対応の部分で、はい、疑いがあるのに検査受けずに帰っちゃったって人もいるわけですよね。はいはい、ね、で現状あれが止められないと、はい。ですからこう大きい話する前に、まずそういう基本的なところから封じ込めができるような対策を取れればいいなと思ってますし、あとまあ向こうのその武漢のですね、空港の管制機能がかなり今、限られてるということなので、はいはい、どうしても飛ばせる飛行機の数に限りがあるっていうのはまあわかるんですけれども、じゃあ、もっともっと事態が拡大した場合であるとか、はい、もっともっと重篤な病気が発生した場合、本当に今みたいに1週間に何便飛ばすぐらいで対応できるのかとかってことも気になってくるわけですよね。そうですね。それから中国の対応ですが、武漢市で突貫工事で作ってた病院ね、およそ1週間でできてんか、診療始まったらしいですが、すごいですね、ただやっぱり病床不足、うん、ね、人手も足りない、それから薬まだワクチンもできてないわけで、これは感染者増加にはなかなか追いつく状況にはないってことですよね。
そうなんでしょうね。ちょっと私はそこのとこはこう医学的には専門外ですけど、私旗で見ててあの1000床の病院を1週間で作る力は本当にすごいなという感じがしました ね、あれはやはり権威主義国家の力でもあるんでしょうし、中国の今の経済力であるとか技術力の成果でもありますよね。だから中国も今回の対応で決して100点満点ではないんでしょうけども、やはり SARS の時でであるとか、それ以前の中国と比べて対応力が凄まじいなという印象は持ってますね。確かにね、まあ、習近平さんもやっぱり相当これ力を入れてるってことですかね。まあ、やっぱこういうことが起こって対応を誤るとすごく難しいと思うんですね。私はロシア見ててあれなんですけど、こうリーダーの力が強い国って、はい、無制限にリーダーが力を行使できるわけではなくて、はいはい、ある程度民衆から支持されてるから強権が震えると思うんですね。で、民衆からこのリーダーまるっきりダメじゃないかということになったら、はい、強権ももう震えなくなるんだと思うんですよ。だから余計中国のような国だからこそこういうことを敏感に反応しなければいけないんじゃないのかなという感じがしてますね。あと経済面ですが、上海の株式市場連休明けで再開しましたけれども、連休前に比べて 8% 以上の下落とか、東京株式市場も下げ幅一時400円超えまして、日経平均株価の終値は233円24銭安くなって2万2900円台ということで、節目の2万3000円を割り込むということになってしまったんですよね。まあ、日本の方も消費税増税で景気必ず、相当減速してるという話ですから、まあ、そこにこういう追い打ちを食らうのはこれからどうなるんですかね。私は経済は全く専門外ですけども、一消費者としては非常に不安な気分です。そして世界経済にね、中国のみならずどういう影響を与えるのかとちょっとね、心配になるところですよね。そうですね。まあ、これがどこまで波及するかなんですけども、抑え込みに失敗して長期化する。で、例えば中国がこの今回の件を機にして、その政府に対する求心力が低下するとかですね、いう話になると、まあ、中国を封じ込めを考える人々にとっては、お、これはいい流れだなって話になる可能性もある一方で、やっぱりこれだけ大きくなってしまった中国が、内政が不安定になるというのは、やはりまあ隣国としては非常に不安な話なんですよね。確かに。で、それからまあもう一個は、今回その日本からも支援物資を相当送っていて、はいはい、まあ、それが相当中国の一般民衆の中で感謝されてもいるわけですよね。ですから、まあこれを機にできることを積極的に協力するのは悪くないんじゃないかと思いますね。この時間は止まらぬ新型肺炎、死者は SARS を超える361人というニュースについてフォーカスしました。 FM 93 AM 1242 This program, today's commentator will delve deeply into the day's news. 日本放送 The Focus, The Focus.時刻は6時19分です。軍事評論家で東京大学先端科学技術研究センター特任助教の小泉悠さんをお迎えして生放送でお送りしている日本放送ザ・フォーカス。今日のニュースフォーカス2つ目はこちらです。ニュースフォーカス。打倒トランプに向けてアイオワで民主党党員集会。11月のアメリカ大統領選挙の幕開けとなるアイオワ州の民主党党員集会を控え、各候補は精力的に集会を開きました。左派のサンダース候補は、現代史上最も危険な大統領を倒さなければならないと訴え、支持率で上位を争う中道のバイデン前副大統領は、本当のアメリカがどういうものだったか知らしめようと語りました。党員集会は日本時間で明日午前に始まります。民主党の候補者指名争いで初戦のアイオワ州の党員集会が日本時間の明日午前始まります。民主党の候補今11人が残っているという状況で、まあ、支持率上位の誰が勝ってもおかしくないという混戦になっていると言われております。党員集会では、各会場で得票率 15% 未満は無効となります。で、今のところのアイオワの世論調査を見ますと、首位は、最も左派のサンダース上院議員、そして中道のバイデン前副大統領が追う形で、2人の支持率はともに 20% を超えています。
それから中道のインディアナ州の前のサウスベンド市長のブティジェッジ氏、それから最左派と言われるウォーレン上院議員が 15% 前後で続いているという状況で、民主党はね、小泉さん、これ中道と左派に分かれているんですが、サンダースさんってこういった最左派と言われる人たちの勢いなんか強いですね。そうですね、まあ、やっぱりトランプさんがどちらかというと右派層であるとか、はい、キリスト教福音派なんかの支持を集めてるわけなので、はいはい、まあ、反動として民主党はどうしてもリベラル派、それもかなりラディカルなリベラル派に固まらざるを得ないんだろうなと思うんですけども、ただその他方でやっぱそのトランプさんを支持するような人々の存在っていうのが、はい、どうやって救い上げていくのかってよくわからないんですよね。最近このヒルビリーエレジーっていう本を読みまして、うん、ヒルビリーエレジー、そのアメリカの、まあ、その貧困層の人々の生活を綴った、まあ、自伝的な本なんですよね。で、まあ、著者の方は後からこう軍隊に入ったりなんかして、出世をしていってそこから抜け出すんだけども、そういう人たちがどういう気持ちで、うん、そのアメリカの例えばそのかなりラディカルなキリスト教福音主義にはまっていくのかとか、はい、どういうふうに政治から関心をなくしちゃうのかとか、その延長でどういうふうにトランプさんを支持したのかみたいなことがもっとすごくわかる気がしたんですね。で、そうすると今この民主党的な人たちが、そのリベラルな価値をめぐって中道だ左派だって言ってやってるんですけども、多分その議論についていけるのはアメリカの中の上位何割かの人たちで、下位何割かの人たちが多分すっかり置き去りにされると思うんですよね。で、その辺を多分トランプさんがうまく捉えたんだとすれば、なんていうかこうトランプさんの政策がうまかったとかというよりは、そのトランプさんはそういう全く視野に入ってなかった人たちをうまく救ったんだとするとですね、次の選挙でも果たしてトランプさんどうなんだろうかと、意外とこういったその民主党のリベラルな候補に対してまだトランプ強いのか、それともやっぱりこのまあ本当のアメリカはどういうものだったのか知らしめようというようなことを言って、もう少し穏健なアメリカに戻っていくのか、私はそこのアメリカの先行き、国内のその分裂をちゃんと回収したリーダーができるのか、分裂しっぱなしなのかというところがすごく気になるんですね。なるほどね。上院の弾劾裁判もね、割と順調にと言っていいと思うんですけれども、トランプさんの、もう無罪が2月5日でしたっけ、評決ということですから、まあ、トランプさんにとってはその辺も追い風にはなってくるんでしょうね。そうでしょうね。ボルトンさんが出すはずだったというその本の中身の伝わってる情報を聞くと、まあ、本当にその軍事援助を餌にウクライナ側に対してバイデンさんの捜査をさせるというようなことをどうもトランプさんは強要したらしいんですが、まあ、その本は出させないで、ボルトンさんも、承認喚問しないということに決まったので、まあ、共和党はやっぱりどうもトランプ支持で固まってるっぽいんですよね。で、まあ、上院通るわけないということはアメリカの専門家からも聞いていたので、まあ、大体そこは予想通りなのかなという感じがしますね。だからあとはその民主党的な価値とそのトランプ主義的な価値の対決になるんだと思うんですね、やっぱり。若い人がね、割とサンダーさんなんかを支持してて、国民皆保険だとか大学無償化とか、まあ、その辺は分かりやすいですからね、そういうところに共感を覚えているのかもしれませんけれども、どこまでの支持になるかと。そうですね。まあ、アメリカはやっぱその社会主義的なものに対するアレルギーはすごく強い国なので、リベラルな人たちがそういった政策を唱えたときに、どこまでアメリカ全体としてついていくのかなっていうのは、私は関心が深いところですね。全体としてね、あるいはそこでそういった政策が訴求力を持つほどアメリカの中で貧困層が広がっていて、という話になるのか、どちらなんだろうかと。まあ、その辺が、まあ、一番注目される点だし、やっぱり争点にもなってくるということなんでしょうかね。あと、まあ、安全保障屋としてはアメリカの中国に対する姿勢ですね。やっぱりトランプ政権になって日本の安全保障サークルが多分ちょっと安心したのは、トランプ政権がかなりはっきりと中国に対して対決的な姿勢を打ち出している。確かに。やっぱオバマ政権の時は大丈夫なんだろうか、我々捨てられるんではないだろうかという懸念があったのが、ね、これはアメリカは対中国はっきりとやっていくんだって感じになったわけですよね。でそれがじゃあ民主党になった場合どうなんだろうか、ね、トランプ政権継続になった場合どうなんだろうかってのもちょっと気になるところですね。この時間はアメリカ大統領選挙、アイオワで民主党党員集会へというニュースについてフォーカスしました。JOLM Thank you for working hard today. FM 93 AM 1242 Koji Morita and Sayaka Masuyama The Focus
時刻は6時40分です。今日1日のニュースをググッとフォーカス、 FM93AM1242 日本放送ザ・フォーカス。コメンテーターは軍事評論家で東京大学先端科学技術研究センター特任助教の小泉悠さんです。この時間のニュースフォーカス、こちらです。ニュースフォーカス、ブレグジットで EU 再編、動くヨーロッパ。EU の欧州議会は EU を離脱したイギリス出身の議員73人が失職したことに伴う2月1日以降の議席を発表。定数を705に減らし、イギリス選出枠の一部を各国に分配しました。これにより EU 会議派の比率が圧縮され、 EU 寄りの会派の議席がおよそ 69% から 71% に拡大しました。イギリスは日本時間の今月1日、2月1日に EU から離脱しました。2016年6月の国民投票からおよそ3年半続いた混迷にようやく終止符が打たれた形です。まあ、EU としては初めて加盟国を失うという歴史的な節目を迎えたわけです。で、イギリスの離脱に伴う経済や社会の激変緩和のため、年末までの移行期間がスタートしたということになりまして、今後はイギリスと EU の貿易協定の締結に向けた交渉の行方、ここが焦点となっていきます。で、EU の欧州議会はイギリス出身の議員が失職したということで、定数を751から705に減らしまして、一部を各国に分配しました。国別の議席枠はフランスが5議席増えて79、イタリアが3つ増えて76、スペインが5議席増えて59などとなってまして、ドイツ最大枠ですけれども、これは96で変更がないということになっています。まあ、イギリスはね、EU 域内での人口の、まあ、13% も占めていた分がなくなる。それから GDP で言っても15% を占めていた。まあ、こういう面では小泉さん、この EU がね、大きく変わるということになるわけですね。そうですね。まあ、テクニカルには先ほどお話があったような、はい、その離脱に伴う新しい自由貿易協定なんか、本当に年末までにできるのかと、まず気になるわけですよね。それからもう一つ、私はその、まあ、90年代から2000年代ぐらいに国際関係論の教育を受けたわけですけど、はい、その当時の論調っていうのは、まあ、国民国家というのはそろそろ賞味期限が終わりつつあって、何かもっとこう超国家的なものとか、うん、脱国家的なものにこう解体されていくんじゃないかみたいな議論って結構強かったんですよね。まあ、他方でいやいや国民国家っていうのはまだまだしぶといって議論もあったんですが、こうしてみるとやっぱり国民国家という単位ってしぶといなという感じがすごくするんです、ね、そう簡単に終わらないぞと、今回もその最後にイギリス代表がですね、もうこれで EU にお説教されることもないと言って、イギリス国家を、イギリスの国旗を振って脱退していきましたよね。あれを見て、やっぱりこう EU という実験がどこかで今回限界に突き当たったんだなという感覚をすごく強く持ちましたね。それから、ご専門の安全保障面でいうとどうなんでしょうかね、これからの EU というのは。そうですね。まあ、もちろんその EU というのは第一義的には社会経済的なつながりで、はい、まあ、安全保障の方は NATO でやっていますし、まあ、イギリスはもちろん NATO から出るつもりはないわけですよね。現加盟国ではあるわけですから、はい、ただその NATO の方もやっぱりこうどこまでこれまでのような結束が保てるのかっていうのは、いろんな試練にさらされてると思うんですね。はい、一つはやっぱりトランプ政権になって、もっとこの財政負担をやれと、GDP の 2% まで出すんだということを、トランプさん言ってますね。言ってますよね。で、まあ、NATO 側の方もいろんな取り組みをやっていてですね、はい、昨年はその4つの30、まあ、30個大隊、艦船30隻みたいな30という指標を4つ並べて、この4つの30というのをまあ達成するんだってことを言ったわけですが、うん、アメリカはもっともっとっていうわけですよね。だからまずそれでこうヨーロッパ側にアメリカに対する不満が生まれてきているし、それから域内で見るとこのロシアに接している国々というのはロシアが本当に怖いと、だからもうトランプに言われるまでもなく GDP2% 出すんだっていうんだけども、ところがドイツ、フランス、イギリスみたいな国はそこまでの切迫感はないというような分裂が生じていたりとか、それからトルコがまあロシアに接近しだしたりとか、いろんな意味でアメリカ、ロシアの間でこのヨーロッパが
今までのように一枚にまとまれてないなって感じはするんですよね。イギリスとロシアの関係というのはどうなんですか？イギリス、ロシアはすごく今悪いですよね。というのはやはりスクリパリ事件、元ロシアの、情報機関員だったスクリパリ親子を、ロシアが毒ガスで殺そうとしたという事件がロンドンで起こりましたよね。はい、ごめんなさい、イギリスで起こりましたよね。ですんで、イギリス側として見れば自国でですね、ものすごい強力な化学兵器を使われたということで、これは頭に来てるわけですよね。なんで、ロシアとイギリスの関係というのは今のところそんなに良いものではないですが、他方で、フランスなんかは相当ロシアに対して甘くなりつつある感じもあって、もうそろそろ対ロ制裁いいじゃないかと、ロシアとの関係改善してもいいじゃないかって感じは見えつつありますよね。ウクライナの問題なんかももうそろそろ許しやってもいいんじゃないみたいな感じになってるんですかね。真っ向からそうは言えないんだけれども、例えば去年はイギリス、ドイツとフランスが仲介して、ロシアとウクライナの間で、新しいその停戦に向けたロードマップができたわけですよね。はい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 、だからロシアはおそらく、アメリカの関与を減らしながら、ヨーロッパに仲介もしてもらいながら、ウクライナ問題にそろそろ落としどころを見つけられるんじゃないかって期待を持ってると思うんですね。やはりロシアにとってはですね、アメリカと EU の制裁が、ロシアのエネルギー部門を対象にしてるんですね。はいはいですからロシアエネルギーが回らないと国の経済回らないのでそろそろ制裁は解除してもらいたいとで欧州の方もちょっと疲れてきてるのでお互いそろそろいいかなって目配せをし始めてるような感じはするんですよね。なるほどね。そういう意味じゃこのロシアというのがねこの EU 諸国ヨーロッパは本当に近い距離にありますから、この関係性がねこれからどうなっていくのかということですよね。そうですね。特にその東ヨーロッパとか北欧の国にしてみると実際にロシアと国境を接していて、で前から信用はしていなかったんだけども、やはり2014年に本当にロシアが軍事力を使ってくるところを見た、このショックは大きかったと思いますし、それはやはりなかなか日本からはちょっと見てて理解しにくい脅威認識だと思うんですね。これもう一つはやはりロシアの情報戦とかサイバー戦みたいなもので、我々のこの普通の日常にこのロシアの介入が入ってくるという恐怖感、これも新しい脅威認識だと思うんですね。そしてドイツあたりもねこのロシアとどう付き合っていくのか、その辺もね非常に興味深いですよね。だからフランスとかドイツが意外とロシアにね近づいていたりという現状、それからイギリスとロシアというのは本当に関係性が悪いんだなという中で、これからね、この EU 諸国がどのような立ち位置を取っていくのかということです。焦点当面はねこのイギリスと EU の貿易交渉ということですが、安全保障面もどうなるかということで、この時間はブレグジットで EU 再編、動くヨーロッパについてフォーカスしました。この後はほろよいイブニングトークです。時刻は6時55分になりました。日本放送ザフォーカス、今日のコメンテーターは軍事評論家で東京大学先端科学技術研究センター特任助教の小泉悠さんです。ロシアについてねメールたくさんいただいてますよ。横浜市の優子ちゃん、今も昔もロシアは脅威なんですかね。そのロシアに戦争で勝ったことがあるというのが明治時代のこととはいえ本当に驚きです。ロシアの方は日露戦争のことは知ってるんでしょうか。簡単な質問ですいませんって、まずロシア人歴史の話は大好きなので、そうですね、日露戦争のことは必ず知ってますし、実は日露戦争もその日本が勝ったと言えるかどうかは微妙な状況ではあるんですけれども、やっぱりこうかなりもう国家体制がボロボロになっているところに戦争まで負けたというのは、やっぱりこうロシア帝国にとっては相当痛手ではあったと思うんですよね。そういう意味でもこうロシア帝国が崩壊してソ連に移り変わっていく激動の時期の、重要エピソードということで、当然ロシア人はこれよく知ってます。そうなんですね。でもそんな負けたみたいな負い目みたいなあんまりないんだ。じゃあそうですね、やはり勝てなかったっていうのは間違いないですし、それは間違いないですね、津島海戦でボロ負けしたのは間違いないですね。ロシアのサンクトペテルブルグの沖合にですね、島があって、そこにバルチック艦隊の出撃した根拠地があるんですね。でそこに行くと海軍の大聖堂があるんですが、戦死者の名前が刻んであって、その見たところ4分の3ぐらいが対馬海戦で死んでいる。そういうのやっぱりね残ってるんですね。引き続きご意見ご感想をお待ちしています。
It's 7 p.m. Nippon Hoso's network brings you the focus. The focus. Today's straight news.2020年2月3日月曜日、時刻は午後7時になりました。こんばんは、日本放送報道部解説委員の森田浩二です。こんばんは、日本放送アナウンサーの増山さやかです。ザ・フォーカス、この時間からは東京有楽町日本放送キーステーションに全国の皆さんに生放送でお届けしてまいります。今日のコメンテーターは軍事評論家で東京大学先端科学技術研究センター特任助教の小泉悠さんです。こんばんは。どうもよろしくお願いいたします。メールいただいてましてね、埼玉県上尾市の雲野咲さん、小泉さんはロシアの専門家ということなので伺いたいんですが、はい、あのソフトバンクのスパイ事件ね、あれは氷山の一角なんでしょうか。日本の公安はロシアのスパイと互角に戦えているのでしょうか、気になりますと、こういただいてますね。あの在日ロシア ね、通商代表部の職員に、はい、ソフトバンクの元社員の男性、容疑者がね、情報漏洩していたと。まあ、あの互角に戦えているのかどうかは分からないんですが、一応これまでにロシアのスパイというのは頻繁に摘発してはいるんですよね。で、まあ、その中で分かっている限りでは本当の重大機密が渡るというところまでは行ってはいない。まあ、どれもその内部情報の共犯であるとか、まあ、ちょっとしたものを渡すところぐらいまでで摘発できてるんですね。ただそれがご指摘のように本当に全部なのかどうかはやはり分からないというところですよね。まあ、氷山の一角の可能性も十分ありますね。六本木にロシア大使館があるんですけども、はいはい、あの大使館の中に大使館だけじゃなくてロシア人の子供のための学校があるんですよね。そうなんですか。でその学校の名前がリヒャルト・ゾルゲ記念小学校っていうんですよそう中に入ると祖国の英雄ゾルゲっていうコーナーがあって、ゾルゲの名前なんだ。まあ、ロシアはやっぱそのスパイというのは英雄だし、はいはいはい、今でも力を入れて情報活動をやってる国なので、まあ、やはりこう氷山の一角であるかどうかは分からないけども、かなり力を入れてですね、我々も対応していかなきゃいけないことはもう間違いないと思いますね。引き続きあなたからのご意見ご感想もお待ちしておりますが、まずはここまでに入っているニュースをまとめてお伝えしましょう。この時間は報道部の柿崎デスクです。ニュースは以上です。はい、ご苦労様でした。報道部の柿崎元子デスクでした。小泉さんね、新型肺炎についてはたくさんメールもいただいているんですが、横浜のダボハゼさん、はい、今度の新型肺炎に関して中国の国家主席や首相のコメントが発表されないように思いますが、なんか変ですよね、わけでもあるんですかねといただいてますね。まあ、当初の習近平国家主席なんか全力で取り組めみたいな、ね、指示は出したと、それから李克強首相がまあ現地武漢を視察したというような点はありましたけども、まあ、中国の指導部というのはなかなか本人たちが表に出てくるってことはないってことなんですかね。まあ、そうですね。私、中国のことはね、専門的に研究したことがなくてわからないですけど、はい、チェルノブイリの原発事故が起きたときに、ソ連の指導部はしばらく出てこなかったんですよね。そうでしたっけ。そういうところか、そもそも事故が起こってること自体認めなくって、うん、後から衛星写真突きつけられて、ほら爆発してるじゃないかと言われて認めざるを得なくなったと。だからまあその中国とかソ連みたいな体制の国なので、まあ彼らなりの論理によってあんまり表に出てこないのかもしれませんけども、なぜやっぱり国際社会に説明しないと信用してもらえないし、国民に対してもやっぱり申し訳が本来立たないと思うんですよね。だからまあ彼らの論理も何かあるのかもしれないけども、やはり隣国としてはちゃんと国のリーダーが前面出てきて、これこれこうなってます、こうやってますってことは説明してほしいなと思いますね。本当おっしゃる通りですよね。引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールで送ってくださる方はアルファベット小文字で FOCUSフォーカスアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-02-1242、 0570-02-1242、 ツイッターはハッシュタグカタカナでザ・フォーカスをつけてつぶやいてください。お待ちしています。 Thank you for working hard today. 日本放送 Network brings you the focus.Koji Morita and Sayaka Masuyama. The Focus.
時刻は7時15分です。日本放送キーステーションに生放送を、一日のニュースにググッとフォーカスしていくザ・フォーカス。この時間はコメンテーターコラムです。今日のコメンテーター、軍事評論家で東京大学先端科学技術研究センター特任助教小泉悠さんのコラムはこちら。日露に新しい道はあるか、どうなる北方領土問題。安倍総理大臣はね、先週の参議院予算委員会で鈴木宗男日本維新の会参議院議員の質問に答える形で、ロシアのプーチン大統領が予定しております旧ソ連の第二次世界大戦戦勝75周年式典、5月に開かれるんですが、これに出席を検討していくと、まあこう述べておりまして、もし出席ということになりますと、2005年に小泉総理が60周年の時に出席しているようですが、それ以来ということで、まあ、日露関係、北方領土問題の進展につながるかと言われているという状況なんですね、小泉さんね。まあそうですね。ただまあこれに参加すれば北方領土問題が大きく動くというんだったら、まあ非常に話は簡単なんですけども、はいはい、まあなかなかそうはいかないんだろうなというのが、私の見方ですね。まあ、毎年その5月9日にですね、はい、ナチスが降伏した日ということで、はい、まあ、大々的にやるんですね。うん、まあ、クレムリンの前の赤の広場で、まあ、戦車とか弾道ミサイルが大パレードをやると、はい、で結構新型兵器なんかも登場しますんで、私も毎年こう注目して見るんですね。まあ、生で見に行くこともありますし、ネットで中継で見ることもあるんです。で、やっぱり75周年とか70周年とか5年ごとの節目が非常に規模が大きいんですよね。はいはいはい、まあ、なんでその意味では確かにこういいタイミングではあるんですけれども、ただやはりウクライナにロシアがウクライナにロシアが軍事介入して以降、軒並みいわゆる西側の首脳は行ってないんですよね。そうなんですね。で、1回だけですね、ドイツのメルケル首相は、うん、まあ、その第二次世界大戦でロシア人を大量に死なせたことはドイツに責任があるということで、うん、式典には来ないんだけども、その後にこう無名兵士の墓に献花だけしに来たことがあるんですね。だそういうお付き合いをしている中で、アメリカの陣営の中にある日本が戦勝記念パレード見に行くということは、やっぱりかなり政治的なメッセージになってしまうと思うんですよね。なるほど。で、他方でじゃあそういったその日本がかなりロシア寄りに見られる見返りとして、うん、本当に領土問題が大きく動くということが、これで見込めるのかというと、はいはい、私はあんまりそういう予測が持てるような材料がない気がするんですね。だからまあ検討されるということなんですが、出ることのメリットとデメリットもちゃんと検討していただきたいというふうに思いますね。まあ、安倍総理としては、去年ね、プーチン大統領とは3回日露首脳会談を行って、9月が最後だったでしたかね。それで確か11月にAPEC の場でね、日露首脳会談開かれるんではないかと言われていたんですが、チリの情勢でね、APEC が、はい、開かれなくなって、それでプーチンさんとも会えなくなってしまった。ですから去年の9月以来ということになるわけですよね。そうですね。ですから、まあ、これまでだいたい春頃と秋頃と年に2回ずつぐらいやっていて、はい、まあ、去年は3回、G20 がありましたからね。そうでしたね。3回あったわけですけども、うん、やっぱりこう、会う回数の問題でないってことはもう明らかになってきたと思うんですよね。まあ、これまで年に2回ずつ会ってきて、まあ、本当にこう、首脳同士が個人的に親しい関係になったことは、まあ、よくわかるんですけれども、やっぱりそれによって解決するものではないと。で、プーチンさんは、あるいはそのロシアのその専門家であるとか政治家たちは、日露間にまだ信頼がないからダメだってこと言うんですよね。はいはいはい、で、それに対して、その安倍さんは一生懸命何回も会いに行って、まあ、これが信頼ですよねって言ったわけなんですが、うん、そうですね、結局、ロシア側の言ってることをよくよく聞いてみると、うん、そもそも日米安保を結んでることが彼らにとってみると信頼ではないんですよね。日米安保そのものが、うん、そうなんですよね。特にこれがアメリカとの関係がすごく悪くなってる状況で、アメリカの同盟国なんて信用できるわけないでしょというのがロシア側の言い分であることが、まあ、次第にはっきりしてきたし、あ、まあ、あるいは最近そのプーチンさんもその昨年ですかね、3月ロシアの経済団体との会合の中で、はいはい、まあ、日米安保を結んでる限りは平和条約締結なんか無理だというふうに発言したというふうに伝えられますよね。
あるいは最近あの前の安保局長だった八千さんがテレビに出演された際に、はい、まあその、平和条約締結の代わりに、うん、外国軍隊つまりあのアメリカ軍の、日本からの撤退を要求されているということを明らかにされましたよね、はいはいはい、で実はこの話は冷戦時代もあったんですよ、うん、同じようなことをソ連は言っていたんだけれども、まあ、ソ連が崩壊して冷戦も終わったので、うん、しばらくそういうことは言ってなかったんですよね、うん、でもロシアがまた国力を盛り返してきた上に、はい、アメリカとの関係がまたかつてのようにすごく悪くなってきたとするとまた結局同じような冷戦レトリックが戻ってくるわけですね。という状況の中で果たして安倍さんが戦勝記念パレード見に行ったらよく来てくれたねと言って島の話に弾みがつくのかというと私はどうもそうじゃないんじゃないかと思うんですね。やっぱりこのアメリカとロシアの関係というのは、あの特に去年の、ね、8月でしたっけ、あの INF という、ね、中距離核戦力廃棄条約、はいはい、これが、破棄されましたけれども、はい、この辺もやっぱり象徴的な出来事なんでしょうかね、と思いますね。あのこの INF 条約87年の12月8日、はいはい、あの日本の真珠湾攻撃と同じ日ですね、はい、この日に結ばれた非常に象徴的な条約なんですよね。これはその初めてあるカテゴリーのミサイルを米ソで全廃しましょうっていうものすごい革新的な条約だったんですよね、はいはい、やっぱりこういうことができるようになったっていうのは本当にあいよいよ米ソが歩み寄ったんだっていう象徴だったと思いますし、まあ、実際にその2年後に米ソ首脳でもう冷戦やめましょうっていうわけですね、もう一個はこの INF がその4年後91年に結んだ、うん、戦略兵器削減条約、はい、この雛形にもなるんですね。この INF は中距離ですけど長距離の方の核の方に関しても、はい、この INF が基盤を提供していると、うん、だからいろんな意味ですごくこう象徴的な条約だったんですが、うん、まあ、それに2014年からですかねロシアが違反してるということをアメリカが言い始めて、うん、でいつまでも改善されないんでもうアメリカの方がやめますと言って出てしまったと、うん、でまあ、これは当然その米ロ間で非常に今あの揉めてるというかあの軍備管理が破綻しちゃったわけですよね。でただですね私はあのロシア の, その軍事専門家たちであるとか、はい、あの国防省当局の態度を見てると意外とアメリカに対してはそこまで悪く言ってない感じがするんです、ね、あそうですか、ねえーまあ、むしろロシアとしては、あのアメリカの言い分を信じれば彼らの方が先に違反してたわけですからどちらかというと我々が先に違反のミサイル作ったんだけどアメリカの方が逆切りして出ちゃったと。でそうするとアメリカが辞めたんだからもうしょうがないですよねと言ってじゃあ我々も辞めますという形が取れた。で割といい形になったというような雰囲気が感じられるんですね。ただこれ両国でこの中距離核戦力をもう、ねどんどん作っていく開発競争になっていく可能性があるわけですよね。それはあるんですね。ただロシアもですねこれ冷戦時代も言われたんですが中距離ミサイルをヨーロッパに置かれると、うん、モスクワに届く核弾頭の数は増えるんですよね、はいはいはい、ですので実はこう中距離核戦力の競争になった場合ロシアも相当不利ではないかと。結局ヨーロッパとモスクワの間に届く核弾頭の数が増えるだけでアメリカはずっと安全なんですよ、はい、中距離核アメリカには届かないと。なのであんまりやっぱりヨーロッパで中距離核競争が起こるのは望ましくないというのは冷戦期も言われていてで今回もそうなんですね。ロシア側はヨーロッパにアメリカが中距離核を置かないんだったら我々もモラトリアムにしますと置きませんというような提案をしていて今まだあの話はまとまってませんけど、そういう形でなんかこう紳士協定みたいな形でヨーロッパ側では話がまとまる可能性があると。ところがアジア側では分かんないんですよね、うんうんうん、アジア側では中国はまずそもそもこの条約に含まれてないの で、 そうです、ね、中距離ミサイルはこれまで配備し放題、でロシアもじゃあバランス取ろうとしてそういうミサイルを配備するのかもしれないし、うん、何よりやっぱりアメリカがですねこの中国の中距離ミサイルを抑止しなきゃいけないから、うん同じようなミサイルだという話になると、うん、アジア側でそれが起こる可能性があるんですね、うん、なるほどね。で中国ロシアは自分の本土に置きゃいいんですが、はいはい、アメリカ太平洋の向こうですから、はい、どっかこの辺に置かなきゃいけないんですよ。おそうなるとなると、まあ、今のところ有力な候補地はやはり日本、ね、日本ですよね、まあ、沖縄から九州にかけてというふうに言われてますので、はいはいはい、となるとやはり日本にとってこの条約が破棄されたというのはすごく大きな問題。うもう一個はあのロシアがそのもし北方領土を返還した場合に、その返還した北方領土に中距離ミサイルが置かれない保証はあるのかって言ってるんですよ、ね、それよく言ってます ね、 そうなんですね。ロシアがねそれからミサイル防衛システムとかもそうなんですよね。私は一専門家としてはロシアの主張にはあんまり技術的な根拠はないと思ってるんですけども少なくともこれを持ち出されるとやはり日本としても説明責任が生じるので話が面倒くさくなると。
から、まあ、ロシアにとってこの交渉のカードが増えてしまうわけですよね。そうするとなかなかこの北方領土の問題というのは進むのが難しくなるんじゃないかと。それからね、こちらメールいただいてまして、兵庫県の玉ねぎ小僧さん、はい、まあ、北方領土は戦争しないと帰ってこないと言っていた国会議員もいましたが、北京政府が中ロ国境で合法的な浸透工作をやっているのを踏まえると、うん、戦わずして勝つ方法論もあるんじゃないかと思います。言葉は悪いかもしれませんが、こずるく北方領土を取り返す策があれば小泉さんに教えてほしいですといただいてるんですがね、あのですね、中ロ国境で中国人が浸透してくるというのは90年代にはすごく大きな問題だったんですよね。ただ私も最近ロシアの極東いくつか行ってみて、やっぱり現地の感覚としてもう中国が浸透してくるということにはそんなに恐れはないと思いますね。そうなんですか。というのは昔はロシア極東部よりも中国東北部が貧しかったんですよ。だからみんな一生懸命出稼ぎに来たんだけども、今中国の方がはるかに豊かになっちゃったんで、裕福になっちゃったからもうそういう必要はない。ただその大資本がやってきて農地をバーッと借り上げてって、で、まあ、その焼き畑農業的なことやって出てっちゃうっていうのは問題になっていますけども、あのいわゆるその黄色い人口圧力みたいな話は今そんなにロシアでは問題されないですね。で、ただそのじゃあ、あの真正面から戦争で取り返せない以上、何か他の手段でっていうのは当然確かに考えなければいけないことですし、あの90年代に日本政府が追求した方法はそれに近いと思うんですよね。例えばその二島先行返還ということにしてもらって、その二島側は徹底的に日本のテクノロジーとお金で近代化をすると、はいはい、でその残り二島の国後択捉の人々にはそれを見てもらうんだっていう話とかですね、その経済とかテクノロジーをテコにするっていう方法は、まあ、こずるくとまでは言わないけれども、あの遠回りなようで最終的に解決に近づいていくという道ではあるんだけども、私も2回言ってますが、圧倒的にもう北方領土も暮らしぶりが良くなってるんですよね。そこか。私2013年行ったらちょっとここで暮らすのきついなと思ったんですが、2018年はねもうそんなきつくなかった。すると結構難しい問題だ、うん、ということですね。コメンテーターコラム、今日は小泉悠さんに日露に新しい道はあるか、どうなる北方領土問題というテーマでお話ししていただきました。日本放送ネット brings you the focus。時刻は7時29分になりました。日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス、この時間で一部の地域の方とはお別れです。そしてその他の放送局をお聞きの方は女神たちのオリンピックをお送りします。軍事評論家の小泉悠さんにはこの後8時20分までお付き合いいただきます。メールたくさん来てるんですが、黒さん、ロシアは東京オリンピック出られないんですよね、ロシアは悲しんでますかっていただいてますけど、そうですね、いやあのかなり残念がってる人もいますし、それから、まあ、今回のドーピング問題はアメリカのでっち上げで陰謀なんだみたいな怒り方してる、あのかなり多いです ね、そういう人たちは、そういう人もいますからね、まあ、国としての参加はできないという状況になってるんですよね。今日のコメンテーター軍事評論家の小泉悠さん、まだまだご質問それからご意見などお待ちしております。日本総キーステーションにお送りしているザ・フォーカスです。ここで訃報です。歌手のあずさみちおさんが亡くなりました。こんにちは赤ちゃんや二人でお酒をなどのヒット曲で知られる歌手のあずさみちおさんが亡くなったことが今日分かりました。76歳でした。時刻は7時55分です。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス。今日のコメンテーターは軍事評論家の小泉悠さんです。コメンテーターコラムでね、これからの日露関係、北方領土問題についてお話ししていただきましたが、メールたくさんいただいてまして、千葉県八街市のピーナッチュさん。小泉さん、初めてお話を伺い面白いです。日本海海戦を対馬海戦と表現されていたのはロシアでの呼び方なんでしょうかっていただいてますね。あの実はロシアではあれ対馬海戦と呼んでいて、うん、今無意識のうちに言ってしまったんですけどね結構ですね、あのロシアの世界史用語と日本語の世界史用語違ってるとこなんかもあったりするんですよね。あ、そうなんですか。ですからあのそういうのをこう突き合わせていくとね、向こうからどういう事件に見えてるのかなんていうのも、うん、意外と世界観の違いが見えるかもしれませんね。そうかそうか。
でこのピーナッチュさんはね、双方ともに軍事化せずに経済的な双方の主権を認めるなどの約束をすることは可能なのでしょうかといただいてますね。テクニカルにはねできると思うんですよ。例えばヨーロッパ正面側であるとか、それからその、はいはい、国境を確定した中ロの国境の部分って、一応そういうその非軍事化条項であったりとか、あるいはその一定規模以上の演習をする場合は事前通告するとか、いろんな措置定めてるんですね。なるほど、そういうルールを作って、ですからそれがまあ日露でもできないことはないと思いますし、もし北方領土の一部が引き渡されるんだったら、逆にこういう措置は必須だと思うんですね、はいはい、ただ今ロシアのやり方というのはどちらかというと、そういう懸念があるから簡単には返せないよねっていう交渉のカードに使ってるように私には見えるんですよね。あとこちらはね、千葉県君津市のミキさん、小泉さんに質問です。ロシアにここをつけば日本も交渉がうまくいくというような弱点はないんでしょうか、ロシアが欲しいものを日本があげるみたいなものないでしょうかね。アニメや漫画じゃダメだろうしね。まあアニメファン漫画ファンいるんですけどね。います？あ、いますね。あ、そうですか。モスクワでそういうアニメのイベントなんかもやってますしね、僕一回モスクワの地下鉄の中でナルトのコスプレをしたやつにじーっとこっちを見られたことがあって。あれは何なんですか、日本人だからちょっと気になってるかもしれませんけど。そうかそうか、もしかしたら知ってるんじゃないかなと思ってね。まあただですね、なかなかそこだけでやっぱり動かしていくっていうのは難しいものがありますし、じゃあやっぱそのロシアが何か欲しいものをあげたら返してくれるかっていうと、なかなかそこも難しいですね。そこがね、だからまあもちろん日本としては何かロシアが困ってる、例えばお金であるとか、はいはい、テクノロジーを提供するっていうのがまあ8項目の経済協力だったんですけど、やっぱりそれだけではやはりロシアが動かない、どうしてもそのアメリカとの対立関係というのが先に来てしまうっていうのが、まあこの5年ぐらい分かったと思うんですね。やっぱこうなん両方でやらないとなかなか話は動かないと思いますね。やっぱりアメリカとの関係というのが一番ネックになってきてるということなんですね。まあ観光なんかもね、ちょっとずつ北方領土でね進めているというのも聞きますけれどもね、引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはアルファベット小文字で focus@1242.com、 ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグはカタカナでザ・フォーカスをつけてつぶやいてください。一部の放送局をお聞きの皆さんとはこの時間でお別れになります。 It's 8pm日本放送ネットワーク brings you the focus. The focus. 2020年2月3日月曜日、時刻は午後8時になりました。改めましてこんばんは、日本放送報道部解説委員の森田浩二です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。今日のコメンテーターは軍事評論家で東京大学先端科学技術研究センター特任助教の小泉優さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。東京有楽町日本放送キーステーションに全国の皆さんにお届けしているザ・フォーカス、この時間はこちらの特集企画をお届けします。未来への提言。この時間は現代日本が抱えるさまざまな課題について専門家に伺う未来への提言をお送りします。今週は去年有名人の逮捕が相次いだ薬物問題についてです。先週薬物所持の罪に問われた女優の沢尻エリカ被告の初公判が開かれ、懲役1年6ヶ月を求刑されたばかりです。で今週は星薬科大学薬物依存研究室の鈴木努特任教授に伺います。今日は近年若者の間での検挙が増えている大麻についてです。大麻というものはどういうものなのでしょうか。これは、大麻取締法という法律で、規制されておりまして、やはり精神症状を示すということ、それで、精神作用を発現しますので、危険性があるというふうに捉えていただきたいと思います。大麻草そのものを、乾燥したものが、出回っていたり、あるいはそれからその抽出したものですね、それで、ペースト状にしてよりその成分の高いものがペースト状のものになりますけれども、
そういうものが流通しているというふうに考えられるわけです。で、厚生労働省のホームページによりますと、人間が大麻を使用すると情緒が不安定になったり集中力がなくなるなどの症状があります。で、さらに長く続けていますと幻覚だとか妄想といった症状が出たり、物が考えられなくなる、それから何もやる気がしない、こういった症状が出るそうです。で、このような症状がある一方で、医療用大麻というように、精神を穏やかにする効果かもあると聞いたことがありますが、いろいろこの大麻の作用に関しましては誤解というか、そういうものがあるわけなんですね。で、もともとその大麻に含まれている THC というテトラヒドロカンナビノールというものがその活性成分なんですね。で、これによって引き起こされる作用としては、今、精神作用というのが一つ言えるわけなんですけれども、で、これは例えば視覚とか聴覚、あるいは空間認知とかですね、思考とか、そういうものを変えたりするわけなんですね。で、さらにその大麻の成分であるこの THC というのと、それからもう一つ精神作用はないんですけれども、カンナビジオールというのがあるんですね。で、これを配合したものが、例えば医薬品としても使われています。それで医薬品の場合には、痛みですね。これは通常の痛みは、普通の鎮痛薬が優れたものがいっぱいありますので、これを使わないとダメっていうのはほとんどないんですけれども、痛みを抑えるという作用があります。それからあとは抗がん剤なんかで吐き気が起きますけれども、それを抑える作用もあります。それから食欲を増進させるんですね。で、食欲が非常に亢進するということで、例えばエイズなんかで食欲を減退している患者さんなんかに、アメリカとかカナダでは使用されているという状況です。ただ若い子どもたちにこの大麻が広がりまして、20代の検挙件数はおととし覚醒剤を上回ったということです。若い人たちには特に影響が大きいのでしょうか。やはり思考過程に異常を起こしたりですね、それから記憶に対しても影響を与えたりしますので、やはり発達過程の子どもたちには非常に影響が大きいというふうに言えると思います。大麻はゲートウェイドラッグなどというふうに言われるんですけれども、入門的な薬で、それでさらに強いものに大麻から覚醒剤に移るっていうようなことが、結構言われているわけですね。大麻についてはね、体への悪影響がないというような誤った情報が流布されているようなんですよね。そうですね、なんとなくむしろ体にいいんだとかね、そういうことを言う人もいますし、あとヨーロッパ行くと本当にこうカジュアルに大麻やってる人見るんですけども、日本はそこまで進んでないんだなと思ってたんですが、今のお話聞くと全然そうでもないってことですよね。で、実際はこの大麻かなり危険性が高いという薬物です。未来への提言、今週は薬物問題に詳しい保守薬科大学薬物依存研究室の鈴木努特任教授に話を伺っています。明日のテーマは覚醒剤コカインについてです。 Thank you for working hard today. 日本放送 Network brings you the focus. Koji Morita and Sayaka Masuyama. The Focus.日本放送ネットワーク brings you the focus. In this program, today's commentator will delve deeply into the day's news. The focus. 時刻は8時7分です。日本放送キーステーションに全国の皆さんにお届けしているザ・フォーカス。今日のコメンテーターは軍事評論家の小泉悠さんです。今日最後のニュースフォーカス、こちらです。News Focus. プーチン大統領の憲法改正案にロシア世論割れる。ロシアのプーチン大統領は大統領の権限縮小や議会の権限強化などを盛り込んだ憲法改正案を起草、ロシア下院に提出しました。
これを受けてロシアの調査機関が世論調査の結果を公表。今回の憲法改正がプーチン個人のためと国民の利益のために行われるという意見に大きく分かれました。プーチン大統領は先月20日に憲法改正案を議会下院に提出しました。大統領の参戦を禁止し、首相の任命権を議会に与えるなど、権力を分散する体制改革が柱です。で、メドベージェフ内閣は今月15日に総辞職しております。このプーチン大統領についてロシアの独立系調査機関の世論調査によると、ロシア国民の 32% が通算4期目の任期が切れる2024年に引退するよう望んでいることが分かったと。一方、大統領続投の支持は 27% だというような世論調査結果が出ているということなんですね、小泉さんね。やっぱりですね、いくらなんでもプーチンさん、そろそろ賞味期限が切れてきたということだと思いますね。そうですか。1999年にプーチンさんは大統領代行になってるんですね、で2000年に正式就任して、間4年間首相を挟んだけども、24年前ってことは四半世紀権力の座にいたということですよね。でやはりですね、最初プーチンさんは確かに国民にとっては新鮮なリーダーだったと思うんです、お酒が好きで、でしかもこう女も好きで、で体も弱いというエリツィンさんに代わって、KGB 出身の非常にきちっとした感じのプーチンがやってきた。で実際に国のいろんな制度立て直したし、経済も良くなったしということで、すごく人気はあったんですよね。ただやはり四半世紀もやると、今もう、大学生どころか就職して3年目ぐらいの人まで、今就職したばっかりの人ぐらいまで、プーチン時代しか知らないって人がいるわけですよね。そういうことですね。やっぱちょっとあまりにも長いと、それからやはりそのプーチンさんの人気の背景であった経済も失速をしているし、それからその国の制度立て直してくれるのはいいんだけども、最近あまりにもやりすぎてちょっとソ連時代みたいな統制も強まってるということなんで、そろそろもうプーチンさんいいですよって気持ちは国民の中にあったと思いますし、他方でやっぱりこうみんなプーチンにもうそろそろやめていいよと言いにくい雰囲気もあったと思うんですね。ロシアをここまで立て直してくれたプーチンだから。そこに今回プーチンさんが憲法改正案の中で、これまでは連続で2期しかやっちゃダメというのだったのを、憲法81条第3項でしたかね。でそれを最大で合計2期までっていうふうにしたので、これを素直に受け取るならば、2024年、現在の4期目のプーチンさんの任期が切れるときにはもう、大統領職から退くんですよね、ということは明らかになったわけですよね。だから社会としても、じゃあもうこれでやめてくださいというふうに言いやすい雰囲気になったというところはあると思いますね。ただその後陰性を引くんではないかというふうに言われてますよね。いずれにしてもですね、プーチンがこれですっぱり全ての公職から退くことはないのは間違いないと思うんですね。でただ問題はそれが何のためにそうするかだと思うんですよ。つまりプーチンさんもだいぶ強権的な手法を使ってきて、あっちこっちから恨まれてますんで、権力をすっぱり全部手放した場合、すぐに身の危険とか財産の危険が及ぶことは間違いないと思うんです、ね。なるほど。でプーチンさん自身もそうやってかつての政敵を蹴落としてきたので、同じことが起こるのはそれは固くないですよね。だからしばらく権力持っときたいってのはよくわかるんですよ。ただ問題はそれが自分がその安全に引退できるまでの移行期間の分だけ持っときたいのか、それとも自分が死ぬまでずっと権力を握るためにやってるのか、そこがやっぱりみんな気にしてる部分だと思うんですね。で、しばらくの間権力を握ってフェードアウトするって言うんだったら、それは全然問題ないよっていうロシア国民は多いと思います。やっぱりロシア国民が恐れてるのは、やっぱ陰性がずっとプーチン死ぬ前続くんじゃないの、これは。そっちの可能性だと思うんですよね。で、このポストプーチンっていうのは、この間首相に任命されたミシュスチンさんという人が最有力ということになるんですかね。そこはまだわからないと思いますね。ミシュスチンさん、確かに行政手腕は非常に高い人物だと思いますし、実は作曲なんかもやったりして、結構こういろんな才能がある人なんですよね。そうなんですか。テレビなんかにも結構これも出てたみたいで、ちょっと見たことないんですけど、だからカリスマ性もないということはない。ただ本当にこれがプーチンさんの後継者なのか、その割にはこれまで全然表出てこなかったわけですよね。あるいはミシュスティンさんは有能な中継ぎであって
って、うん、本命は誰かそろそろ別の人が出てくるのかどうか、ちょっとそこのところもまだ見極めなければいけないと思いますね、まあ、いずれにしてももうプーチンさんは2024年で大統領は引くだろうと、ただまあ、じゃあその後何になるんですかってのはまだよく分かってないんですが、今回あの憲法改正案であの国家評議会というものがクローズアップされてきたんですよね。ああ、そうみたいですね。で、従来はこれはそのまあロシアって83の連邦を構成した共和国とか州とかができてるんですけど、そこの首長たちのまあ代表機関ということだったんですが、これを憲法に位置づけると、で内政と外政の基本方針をここで決めるって言ってるので、じゃあプーチンさんこっちのその議長をやるとかですね、この国家評議会議長とかね、こういう要職に就く可能性もあると、あるいは議会であるとか安全保障会議かもしれないし、まあ、いろんな考え方ができると思いますね。まだ先はちょっとわからないところありますね。そうですね。この時間はロシア大統領プーチン大統領の憲法改正案にロシア世論割れるというニュースについてフォーカスしました。日本放送 NET brings you the focus。時刻は8時16分です。日本放送キーステーションに全国にお届けしてきましたザ・フォーカス、そろそろお別れのお時間です。今日取り上げたニュースを振り返ります。中国で猛威を振るう新型コロナウイルス、中国での死者は361人に上りました。アメリカ大統領選挙、民主党の候補者選びが3日、日本時間の明日午前アイオワ州の党員集会でスタートします。それからイギリスの EU 離脱、 EU 議会は離脱したイギリス議員の議席の再配分を行いました。今日はこうしたニュースにフォーカスしてきました。それからね、今日のコメンテーター小泉悠さんにね、質問、小平市の101回目のぎっくり腰さん、はい、私はアイススケートのザギトワ選手が大好きなんですが、ロシア人女性は30歳過ぎると体型が急に太って老けるというのは本当ですかといただいて、あのね、昔本当にそうだったんですけどね、もう樽みたいとかね、いろんな選手みたいとか言われるんですけど、あれ結局昔生鮮食品が全然手に入んなくて、冬になるとずっと油漬けのものとか塩漬けのものとか食べてたわけですよね、あと何にでもサワークリーム入れるとか。最近ロシア女性、それがやっぱり私も年取っても太りたくないって人がすごく多いので、あ、そうですか。あのむしろ今日本人よりも気をつけてる人は多いと思います。なんで最近モスクワなんかね、歩いててもあの中年になってもまだスリムな方すごく増えてきましたよね。そうなんだね。じゃあちょっと昔のイメージと変わってきました。ちょっと変わってると思います。寿命もちょっと伸びてるらしいですね。寿命も伸びてますし、レストランなんかもね、ビーガンレストランとかオーガニックレストランとかすごい増えてますよね。そうだ。今日のコメンテーターは軍事評論家で東京大学先端科学技術研究センター特任助教の小泉悠さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さて、明日の OK コージーアップのお知らせです。今週は飯田アナウンサー、そうか、冬休みなんだね。各曜日のコメンテーターがピンチヒッターパーソナリティを務めています。明日2月4日火曜日のパーソナリティはジャーナリストの有本香里さんです。有本さんはね、ジャイアンツファンということですから、巨人愛についても語るんじゃないかとね。増山さんも興味津々の野球の話題も出てくる、はい、聞きますよ。OK コージーアップ明日朝6時からぜひお聞きになってください。そして明日のザ・フォーカスコメンテーターは中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです。この時間のお相手は日本放送報道部の森田浩二と日本放送の増山さやかでした。